はいどうも皆さんこんにちは、アサルです。ということで今日はですねまたあるものを買ってきたので今回はそちらの紹介プラス開封をしていきたいなと思います。ということで今回ですね買ってきたものがこちらとなります。じゃじゃん。ということで、はい、またこういう何が当たるかわからない系の商品となっております。はい、本当こういうの好きだなって思うかもしれませんけども、結構ねこういう系ってワクワクするんですよね。だからまあそういうのがまあ楽しかったりするんで、本当にこういう系の動画が多いかもしれませんけど、最近ね、すいませんその辺は、はい、ついつい結構買っちゃうんですけども、はい、また今回はですね こちらを開封をしていきたいなと思います。はい、こちらの商品はですねアニメートとかあと、まあ、いろんなねショップとかで売ってるやつなんですけども、でこちらは、まあ、前回にも何回か紹介はしてるんですけども、またちょっとそれの違う感じのやつで100円ショップのですね、セリアで売ってるものとなっております。はい、こちらが5枚あって、でこちらが、まあ、缶バッチ系ですね。缶バッチとアクリルキーホルダーと、まあ、ちっちゃい缶バッジみたいなやつが、まあ、あって、こちら4種類あります。はい、ということでこちらは今回ですね紹介プラス開封をしていきたいなと思います。ということでまずはどうしようかな、これから紹介していきましょうか。はい、このセリアのこちらから紹介をしていきたいなと思います。はい、何が出るかっていうのをちょっと言い忘れてましたけども、こちらはラインナップ全32種類ということで、まあこんな感じで結構います。はい、まあ、レイムだったりとかサクヤさんだったりマリサだったりとかいろいろいるんですけども、まあ狙いはいつも通りフランということで、はい、ゆっくりフラン、あ、これあれか、3種類あんのか、これミニキャラとゆっくりとシークレットっていうやつがあるんですよね。はい、まあ、狙いはフランなんですけども、まあ、お目当てはこのシークレットの、これがね、当たってほしいですね。はい、まあフラン系だったらでもどれでもいいんですけども、まあ基本的にどれ当たっても嬉しいんで、はい、まあ、フランの次だったらサクヤさんかな。はい、まあ、そんな感じで、ということでこちらを紹介開封していきましょう。ということでまず1枚目からやっていきます。はい、1枚目はドン、おっ、これはチルノですね。はい、これはゆっくりではないから、これは多分ミニキャラかな。はい、ナンバー3って書いてあるから、そうだね、ミニキャラの方ですね。はい、こんな感じです。はい、キラキラしてるんですねこれ。はい、シークレットではないよねこれ、大丈夫だよね。シークレットだったらチルノはまず いないね、シークレットでは。はい、1枚目はチルノですね。はい、ちょっと画面に映ってないけど、まあ、ちょっとその辺ごめんね。はい、下にやるか、こんな感じで。さあ、じゃあ2枚目開封していきましょう。じゃあ2枚目開封していきましょう。さあ2枚目は誰になると、あ、ちょごめんなさい、マジ失敗しました。はい、さあ2枚目は誰だとん、だとん、お、あー、また変な声出た。はい、まさかの、まさかのフランが当たりました。ミニキャラの方ですね。はい、やった。いや、これいいよ、流れがめっちゃいい。はい、ということでお目当てのフランが当たりました。はい、いやいや、いいよこれ。さあ、これでサクヤさんが当たったらすごいんですけども、こんなことはないかな、さすがに。はい、じゃあ3枚目見ていきましょう。さあ3枚目は誰になる、ドン、マジで、おー、俺こういう系ってスカーレット姉妹よく当たるよね、普通に嬉しいんでいいんですけども。はい、エミが当たりました。はい、このミニキャラの方ですね。はい、シークレットは当たんないかなこれ、さすがに。はい、さあさあ、3枚目はレミリアということで、はい、スカーレット姉妹が集まりましたね。はい、さあ、じゃあ4枚目、誰になる、ドン、ドン、おお、マジで、
ちょ、ごめんなさい。ちょ、マジで声でかいな。ちょっと待って。本当に。マジで、今回結構いいよ、これ。はい。咲夜さんが当たりました。いや、マジで、めっちゃ嬉しいんだけど。はい。ということで。いや、今回、マジでいい。ラスト5枚目ですね。はい。いや、マジで嬉しいんだけど。シークレット当たったら嬉しいんだけどな。さあ。ミニキャラしか当たってないんだよ。ゆっくり系も当たってほしいけどね。はい、じゃあラスト5枚目、ドン。おー、パッチェ。全員コウマ教のキャラクターですね。はい、ということで、ちょっと画面外ですけども、はい、今回はセリアで売ってた商品はチルノ、フラン、レミリア、サクヤ、パッチェということで、はい、なかなか今回良かったですね。はい、フランも当たったし、まあサクヤさんも当たったし、レミも当たったしね。いや、本当に良かったです。はい、ということで、まあ、ちょっと結構変な声で出ましたけども、セリアの買ったものはこんな感じとなります。はい、ちょっと一旦片付けて、じゃあ次ですね、アニメートで買ったものですね。はい、こちらを見ていきます。はい、じゃあまずはこれからいきましょうかね。はい、もうね、このね、表紙がもうフランになってるんで、これはもうフラン、当たる確定ですね。はい、フラン確定です。はい、これは480円ということで、はい、小池ってね、結構ね、500円以上するやつもあるんで、結構高いんですけども、まあまあまあ、その辺はしょうがないですね。はい、じゃあちょっとこちらを開封していきましょう。何が出るかっていうのも書いてないんですよね、これ。実は、はい、どこにも書いてないよね。はい、いきます。さあ、何が当たるか、ドン。おっと、これは悟りですね。はい、これは五名寺悟りの缶バッジが上がりましたということで、本当にこれ 何種類入ってるのか分かんない。あ、これ全10種類で、まあ何が当たるか本当に分かんないやつですね。はい、さあ、ということで1個目の缶バッジは五名寺悟りが当たりました。はい、じゃあ続いてはこのアクリルキーホルダー、これですね。はい、これから開封していきましょう。さあ、こちらは何が当たるか、ドン。お、レーセンですね。はい、レーセンのゲン稲葉のアクリルキーホルダーが当たりました。はい、こんな感じですね。はい、レーセンもね、結構ね、当たるよね。僕、レーセンのアクリルキーホルダーですね。はい、じゃあ続いてですね、このチャイキャラトレーディング缶バッジということで、こちらも全12種類で、まあその中で何が当たるかは分かんないです。はい、こちらもフラン当たってほしいですね。フランが入ってるかどうかは分かんないんですけども、はい、こちらですね、ちょっと紫色ですけども、さあ何が当たるか、ドン。ん、これはまた悟りですね。はい、ちょっとまあキャラは被りましたけども、まあ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 、まあ、別にね、種類は違うんでいいでしょう。はい、五名寺悟りの缶バッジですね。はい、いや、可愛いね、これ。いいね。はい、こちらの缶バッジですね。はい、じゃあラストですね、最後ラストこちらですね。はい、これまあフランがこの12種類の中に入ってるか分かんないんですけども、入ってたらまあフラン目当てでいきましょう。言います。じゃあこっち向きだったかな、確か。いきます。さあ、ラスト、さあ誰が当たるか、ドン。おお、これはアリスとパチェリですね。はい、魔法使い同士です。はい、いや、いいね。はい、ラストはアリスとパチェの缶バッジです。はい、さあ、アニメートで買った商品はまあこんな感じということで、いやいや、結構ね、いいです。はい、いい商品が当たりました。はい、でまあカードはもうこんな感じでね。はい、カードはマジで運良かったな、今回。はい、こんな感じですね。はい、まあ、本当にね、こういう系ってね、本当何が当たるか分かんないんで、めっちゃワクワクするんですけども、いざね、こういうフランとか当たるとね、めっちゃ発狂してしまう時もあるんで、本当にそういう時はマジで僕そういう感じなんで、マジでごめんなさい。はい、ということで、今回はですね、アニメートで買ったやつとセリアで買ったものを紹介していきました。またね、こういう系の動画をね、バンバン投稿していくかもしれませんけども、皆さんもね、ぜひとも買ってみてください。セリアに行ったらね、大概のところは売ってるのかな、多分今は。
どこの、あの、僕の近くのセリアね、基本的に全部東宝のね、グッズが売ってるので、はい、ダイソーとかね、もう売ってないところが多いんですけども、セリアに行ったらね、基本的にある可能性が高いんで、皆さんもね、ぜひとも買ってみてください。はい。ということで、今回はこんなとこで終わりたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。このメインチャンネル以外にもですね、ゲーム実況チャンネルとサブチャンネルの方もやっておりますので、そちらの方もぜひともチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。じゃあ。